前回までのお話は？こんにちは、リクです。 AI 猫のアポロと一緒にストリックスクラウドっていうサーバーサービスを使ってオンラインゲーム開発に挑戦しています。レプリカという機能を使ってゲーム内のキャラクターに移動動機というものを設定しました。今日はどんなことをやるんだろう、楽しみだな。ストリクスサポートチームへ。はじめまして、私の名前は須藤陸です。私は今ストリクスクラウドとストリクス SDK を使ってオンラインゲームを作っています。アメリカに住んでいる友達と一緒に私の作ったゲームで遊ぶためです。そしてそのゲームで世界中のたくさんの人に遊んでもらいたいです。ストリクスクラウドで作ったゲームはどれくらいの人と一緒に遊ぶことができますか？よし、これで OK、 送信。よ、リク、何やってるんだ？なんでもないよ。急に出てくるとびっくりするじゃん。隠し事か？まあいいや、今日もオンラインゲームの続きやるぞ。リク、前回までのおさらいをしてみるにゃ。うん、わかった。これは私がユニティで作ったゲームです。ストリクスクラウドのサーバーに接続している状態です。オンラインゲームに必要なコンポーネントが用意されているストリクス SDK を使ってキャラクターに移動動機をつけました。ポチポチっとコンポーネントをつけるだけでいいから本当に簡単でした。よろしい、今日はたまに動機をつける作業をするぞ。まず玉のプレハブを選択。それからストリクスレプリケーターというコンポーネントをつけるんだ。ストリクスレプリケーター？前回もオブジェクトにつけたやつだね。リクもだんだん慣れてきたようだにゃ。玉を同期するために物理的な移動動機に適したコンポーネントをつけていくにゃ。ストリックストランスフォームシンクロナイザーというコンポーネントをつけるんや。シンクロナイザーって本当にたくさん出てくるんだね。よし、これで完了にゃ。玉の動機もコンポーネントをポチポチするだけでいいんだ、簡単すぎる。ふっふっ、これがストリックスの凄さよ。ちと待ってな、俺の方でスクリプトを少し修正してと、ビルドしたら打ち合ってみるぞ。これから私の PC とアポロの PC で本当に同期するか確認していきたいと思います。左が私で右がアポロです。それでは打っていきます。えい、いけいけ、えい、いけ。ごめん、倒れないね。気づいたか？さあここで問題。弾を打った相手が倒れるためには次にどうしたらいいと思うにゃ？あ、このヘルスバーに同期する仕組みをつけるのかな？にゃーはっは、さすが俺様の弟子にゃ。 RPC という新しい機能を使って同期処理していくにゃ。あ、メールが来てる。こんにちは。いや、なにこの袋。あ、ストリクス教授。ストリクス教授？次回はストリクスで作ったオンラインゲーム大公開。絶対見てね。チャンネル登録はこちらからお願いします。ツイッターもやってるので登録お願いします。